皆さんこんにちは、ボンドチャンネルツッチーパフォーマンスです。今回はボンド大宮からお届けしております。今回も新型新車ご紹介シリーズ、紹介できないんで一緒に見るっていう動画でお伝えするのはこちらでございます。やってまいりました、トヨタ未来。ボンドグループだとちょっとあんまり見ない車なんですけども、今回未来が、しかもスーパード新車が入庫したってことなん で今回お客様、オーナー様の方からぜひ動画にしていいよってことなんで、ちょっと今回いろいろ触ったり見たりしてみたいと思います。で、僕がこの車分かるはずもなく、ふわっとした知識しかないんで、動画のコメント欄で詳しい方いらっしゃったら、情報の訂正だったりだとか、追加コメントいただけると助かります。はい、というわけでちょっと外装から見ていきましょうか。で、まず今回の車、なんかトヨタの TNGA、 トヨタニューグローバルアーキテクチャ、はい、なんかそのトヨタの新しいそのプラットフォームで作ってる。で、なんかベースでいくと、なんか LS、 このワイド版が LS みたいです。のナロー版の方のプラットフォームでなんか作ってるみたいです。だから僕思ってたより未来めちゃめちゃ大きいですね。で、寸法的に言うと4800、幅が1850ぐらいかな。ちょっとそれ注釈入れておきましょう。はい、そのぐらいでかなり大きい、なんかプリウスよりちょっと大きいぐらいかなっていうのをイメージしてたら、もう全然普通に3ナンバーのセダンサイズ。そしてデザインはかなりこう、プリウスとかに習って、この流線形というか空気の流れ、空気抵抗をかなり意識してるらしくって、かなりこういろんなところがこう流れるようなデザインに、ちょっとなんかクジラみたいな前回りになってますよね。で、ちょっとこのダクトの形なんかは結構ちょっと他のモデルもちょっとその共通性を持たせるようなデザインで、こんな感じで、でヘッドライトなんかもちょっと2段になってるんですかね。で、今回こちらの車、一番上のグレードの Z っていうことで、バイビーム LED ヘッドランプ2眼タイプ、オートレベリング機能付き、プラスアダプティブハイビームシステム AHS が付いてるそうです。はい、ちょっと分かんないんで今回カタログをちょっと見ながらお伝えしたいと思います。なんで、ちょっといい方のヘッドライトが付いてて、はい。そしてホイールなんかは、これは一番上のグレードのその Z のホイールみたいです。245/45/20インチ、なんかブラッククロームみたいな、そんなツヤ感の。そしてなんかこんなでかいの履いちゃうんですね。なんか僕的にはこうちょっとこう低燃費の車とか、ちょっとエコカーってなんかちょっと細くって、こう空気抵抗、転がり抵抗的に有利なホイール、タイヤホイールでいくんかなと思ったら、なんと20インチで割と重量もありそうな気しますけどね。ただ20インチで245だったら、そんな太くないんかなっていう、そんな感じです。はい、そして今回の車、なんか LS と同じプラットフォームっていうことなんですけど、足回りはバネサスで、でこの車試乗した別のスタッフによると、だいぶ乗り心地がいいらしいです。で、今回ちょっと乗っていいってことなんで、ちょっと乗ってみたいと思います。そして他、結構凹凸がない、やっぱりこの辺ちょっとエコカーというか、その低燃費の車だからですかね、ちょっと凹凸がない、かなり流線形のこう平らな感じのデザインになってますね。で、この辺なんかもちょっと特徴的な感じで、で、ちょっとこれ後でリフトで上げたいと思いますけど、下回りも今回こう全部真っ平らにして、なんか空気抵抗をかなり良くしてるみたいです。で、後ろも同じように245/20インチが入ってたりとか、あと後ろですよね、後ろがやっぱりこうスパンって切ると、なんかその空気抵抗がすごく良くなるらしくって、プリウスみたいにこうちょん切ったようなデザインになってて、はい。そして後ろはこんな感じでつながったテールランプのデザインと、はい、で当然マフラーはないんですけど、なんかちょっとマフラーがありそうな、こんなデザインになってるそうです。だから本当になんかちょっと複雑なちょっと造形で、でトランクちょっと開けてみましょう。トランクのなんか開けるところがここらしいんですよね、ここじゃないんですね。で、思ったらなんかここカメラが2個ついてて、サラウンドビューとバックカメラ、ちょっと別なのか分かんないですけど、ついてみたいです。で、トランクはこんな感じで全部手動っていう、はい、で意外に狭い、なんかここの奥にバッテリーが入ってるらしくって、その関係で狭くなってるのと、この下は水素のタンクがあるんで、ちょっとバッテリーじゃないよ、トランクの容量的にはかなり狭いみたいです。こんな感じで、はい、で手動なんで、手で下ろすんですけど、なんとびっくり、これ一番上のグレードだからですかね。そ
フトクローズがついてるっていう、はい、そしてソフトクローズつながりでいくとこの車運転席はソフトクローズないんですけど後ろの席はソフトクローズがついてるっていうちょっと不思議な仕様になってます。はい、じゃあ続いて内装で今回この車お客様からの許可を得て撮影してるんで広報車じゃないんで正直レビューでいいそうです。多分いいそうです。はい、でちょっと僕中見た感じだとそんなにこう質感すごく高いですよっていう車ではないんで、まあ、言ってこうトヨタなんで、まあ、よくすごくできてる。ただシートなんかは全部本革みたいでかなりすべすべのちょっとかなりいい質感のレザーです。こうゴールドというかこう茶色系のステッチが入ったりとかなんかちょっとしっかり高級車な感じも。ただダッシュボードとか普通にこう樹脂系のとかパーツ対応されててなんか本当によくできたよくできてるなって感じですよね。プリウスのなんかちょっと豪華版みたいな感じで、ドアとかもしっかりこうレザーでこっち合皮かな、なんか結構しっかりした感じですよね。でちょっとピアノブラックのインテリアになってたりとかちょっとこの辺の完成照明が入ってたりとかでこの辺のスイッチとかはもう絶対壊れなさそうな、はい、もうトヨタ100点満点ですみたいな、はい、いいよね安心感が、はい、違います。で一番上のグレードだと JBL のスピーカーもついてくるっていう。これでもオーディオ的には車めちゃめちゃ静かなんでかなりこうオーディオを聞く環境にすごく向いてるというかの車じゃないかなって僕個人的に思いました。で今回ちょっと乗っていいってことなんでちょっと乗っちゃいます。心なしかごめんなさい気のせいだったらすいません、床若干高い気がします。やっぱり少しでなんかその水素のタンクの配置的には真ん中に1個だと後ろに横に2個ついてるそうです。でまあ床関係ないのかなわかんないですけど若干高い気がしました。気のせいかもしれないです。でシートは全部パーシートっていう、高級車じゃん。まあそれもそのはず車がなんと800万円するっていう、補助金使っても600万円ぐらい、もう超高級車です。なんかステアリングとかすごく、はい、スベスベのレザーで、でこの辺も一通り、はい、機能系はもうかなり充実してるそうです。もう ACC 的なのから、まあ、あとはその自動の駐車のサポートだったりとか、あとはなんだサラウンドビューとか、はい、その辺丸々全部ついてるそうです。そしてちょっとオンにしましょうか。あーこれハンドルも全部自動ですね。自動でしかもこの電動、うわーいい感じです。ちょっとかけちゃいます。で当然音がしないっていう。あーこの辺のナビとかオーディオ周りはもうちょっと見慣れた感じというかトヨタの定番の感じですね。でしかも僕驚いたのは CD が入るっていう、はい、ここ結構重要じゃないですか。ディスクがなんと入ります。そしてオーディオ関係は一通り CD、Bluetooth、AM、FM そんな感じですかね。でナビなんかも、まあ、いわゆるトヨタの標準的なナビこんな感じじゃないでしょうか。でこれこういうデザインなんだ。なるほど。でこっちも同じようにこう延長されたようなデザインで、そして僕驚いたのはこの H2O 水ポチッと押すとなんかその溜まってたその発電の時使った水が排水されるそうです。排水処理完了。これってちょっとごめんなさい詳しいその動作環境が僕分かんないんですけど、もしかしたらその走ってる最中に水こうジョボジョボこぼさないでその出していい時だけポチッと押すと出てくるのかもしれないです。確かにちょっと走りながらジョボジョボ水こぼしてるとかっこ悪いんで、まあ、あとその環境的にも良くないのか分かんないですけど、ちょっとそんな辺の機能がついてるんじゃないかなっていう。これ詳しい方いたら教えてください、はい、こんなのがついてて、でメーターなんかも割とこう新しい目のデザイン、なんか本当にプリウスの超豪華版というか超進化した版な感じですかね。そして当然113キロしか走ってないっていう、もう新車です。中の匂いが新車です。
でこの辺一通り装備、なんか後ろの席とあとトランクかなにコンセントついてて、しかもそれが1500ワットぐらいまで使えるっていう、はい、その辺のコンセントとあとこの辺ですね。でビューがサランドビュー、運転席のドア開いちゃってますけど、この恒例の一周回って表示される、いやー完璧です。まあ、車でかいんでこれちょっとかなりありがたい機能な気がします。であとはもう一通りそんな感じですね。あと ETC がついてたりトランクだったり、これ何 ASC ってスタビリティコントロールか、まあ、この辺ついてたりっていう感じです。であと僕ちょっとこれ正直に言っていいですか、ちょっとインパネのデザインこれ右と左逆じゃないかなと思っちゃいました、はい、見ていただけると分かるんですけど、助手席が囲われるようなデザインで、ちょっとこのクライメートエアコン関係がちょっとこう奥に入ったデザイン、これ逆の方がなんかこうしっくりきたかなっていう気は勝手にしちゃいました、はい、そんな素人が僕発言してます。そしてドライブモード、なんかちょっとこれ試してみたいんですけど、なんか排気、疑似排気音的な音が出せるらしいです。これスポーツで出せるのかな、なんかモード切り替えもしっかりついてるっていう、エコノーマルスポーツ、ちょっとこの辺もちょっと試してみたいと思います。で自動の駐車サポートもここついてるんで、なんか白線認識してボタンポチッと押すと駐車も勝手にしてくれるそうです。まあこれはすごく目新しい機能でもないんですけど、まあしっかりその辺もついててかなりしっかり動くそうです。はい、であとちょっと電気自動車らしいというか、電気自動車じゃないね、なんて言えばいいのこれ、未来です。はい、未来ですらしい。ちょっとこの充電のどこでも充電できる感じのと、はい、のとアームレストなんかこんな感じで USB と、いやータイプ A ちょっとこう最近ちょっといいなと思っちゃうんですよね。タイプ C こう最近みんな欧州車とかタイプ C になってるけど、タイプ C のケーブル持ってないっていう、はい、そんな原始人からするとちょっとこのタイプ A ちょっと安心しちゃいますね、はい、そしてドリンクホルダーとっていう感じです。で座った感じは、ちょっと正直もうちょっとホールドは欲しいですけど、まあ、そんなにスピードを出す車でもないですし、まあ、快適に多分移動する感じなんてそんなに、ただあとは本当にさすが国産車、ペダルレイアウトとかめちゃめちゃ自然です。で上は JBL のツイッターがついてて、まあ、他のトヨタ車なんかにも近いですかね、普通のファブリックの、はい、グレーというかベージュ系の、はい、そしてミラーはもう全部あれですね、トヨタ最近の車、この電動の、電動じゃないや、なんだっけ、液晶ミラーになってます、はい、なんで、ね、内装に関しては特別こうなんかめちゃめちゃ豪華とかなんかすごく新しいデザインというよりかは、なんかもう今のハイブリッドの車がすごく良くなったっていう感じですかね、はい、こんな感じの内装です。じゃあ続いて後ろも見てみたいと思います。後ろがなんかすごくびっくりらしいです。これ狭くない？まあ多分いろんなその水素のタンクとか、まあ、線もたれのその後ろ側にバッテリーが入ってる関係らしくって、後ろがなんかこのボディのサイズからするとめちゃめちゃ狭い。ちょっと乗ってみたいと思います。ちょっと靴脱いでいいですか？これ僕今ちょっとシートちょうどいい位置にしたんですけど、もうあでもまあまあそら、まあここはまあ OK として、ちょっと正直あんまりこう想像してたのよりだいぶ狭いです。こんな感じで、って感じですね、はい、ただなんかサンルーフつけるとここがさらに出っ張って狭くなっちゃうんですけど、今回の車サンルーフなしにしてあるらしいんで、割とここはスペース、拳1個、まあ、ギリギリ前も拳、まあ、横にしてギリギリって感じです、はい、ただ足の短い僕仕様にシートしてこんな感じなんで、まあ、普通の人だと多分もうちょっと狭くなっちゃうと思います、はい、うん、そうですね。でアームレストと、はい、この辺あれかな、電源入れるとここつくのかな、はい、だとドリンクホルダーと、あとコンセントと、はい、だと USB のタイプ A がこの辺がついてるみたいです、はい、ああここのトンネルも高いね、だいぶ高いっすね、思ったけど
ちょっと映ってるか分かんないですけど、ここなんで本当にこう座席の座面とほとんど変わらないぐらいここが高いっていう。だその FR の車みたいにここにプロペラシャフトが通ってるわけじゃないんですけど、その分ここに水素のタンクがこうボーンって多分あるんで、その関係ですかね、かなりここは高いっていう。これ5人乗り？あ、5人乗りだ。じゃあ5人目はこうなっちゃう感じです。だからちょっとこの辺はかなり車の構造上仕方ないのかなっていう感じ。続いてエンジンルーム見てみたいと思います。っていうかボンネットのこのなんかプレスラインすごいっすね。今までにないこういうプレスラインっていう。そして開けると、でこのエンジンルームボンネットの中のこの塊が FC スタックって言って、その大気から取り込んだ空気と水素をこう化学反応させて発電する燃料電池らしいです。でここになんかそのポートがついてて、で家とつなぐとなんかその家の電気も賄えちゃうっていう、なんかそんな仕組みも、だから災害時とかも使えるようなちょっとそういう風な設計になってるらしいです。でここで電気を作って、でどうするの、後ろの座席の背もたれのバッテリーに溜めつつ後ろのリアアクセルのモーターを回して、まあ、車が進むと。で状況に応じてここで発電した電気でモーター回したりとか、バッテリーの溜まってる電気でモーター回したりとか、まあ、状況に応じてこの両方の電気を使ってモーターに電気を送ったりしてやるみたいです。で当然減速時は回生ブレーキで充電されるっていう。だからまあ発電機が積んである電気自動車っていう感じなのかな、はい、間違ってたら誰かコメントしてください、はい、そんな仕様らしいです。でなんか満タンにすると850キロぐらい、まあ、カタログ値ですけど走れて、で充電するのに水素の充電に3分から4分ぐらいって言ったかな。で満タンに今現在ですけど、水素チャージに4000円ぐらいでできるっていう話です。ただその水素ステーションが全然ないんで、まあ、関東都内でも 数十箇所、埼玉でも、まあ、十数箇所だけど、ちょっとかなり使用充電できる環境が限られちゃうんで、まあ本当にいろんな人が乗れるというよりかはちょっとその限られた方が便利に使えるっていう今現状らしいですけど、まあ、ちょっと未来を感じる仕組みだなっていう、そんな感じです。じゃあ続いてちょうどリフトがあったんで下回りを見てみたいと思います。多分未来の下回りを見るなんていう動画は多分うちぐらいじゃないかなっていう、はい、でなんか下回りもう本当に全部カバーして平らにしてるらしいです。でこの足回りなんかは、まあ、その TNGA だ、割と他の車種と共通なんじゃないかなと思います。で今回これなんでボンド大宮に入ってるかっていうと、もちろんカスタマイズでございます、はい、ただローダウンはできないそうです。はい、水素のタンクはここに入ってるんで、ローダウンしてぶつかるとちょっと万が一があった時にまずいんでできないらしいです。だからローダウンする仕組みとかダウンスプリングとかも基本的に今の時点ではほとんど出てないらしいです、はい、ちょっと今後わかんないですけど、でここに1個タンクと、ここにもう1個タンクと、あとここはそのモーター、リアのアクセル駆動するモーターが入ってて、でここにもタンク入ってるのかな。でちょうどそこから見えにくいんですけど、どこだ、あ、ここ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 が排水の、まあマフラーではないですけど、ちょっとその化学反応した後の水が出てくるらしいです。でなんかその水素と反応させるその空気を取り込むのも当然そのフィルターを通して空気取り込んでるんで、未来は走れば走るほど空気がきれいになるらしいです、地球の。本当か嘘かは分かりません、そういうふうに書いてありました、はい、タイヤ分ブレーキだったそういうことは言わない約束です、はい、俺も若干こうタイヤが削れたらタイヤ貸すと、はい、ブレーキ出すとって思ったけど、それは言わない約束です、はい、一応でもまあ今までそのガソリンでその CO2 とかを考えると、まあ、基本的にその排出するものに関してはすごくきれいな未来の車ってことです。未来だけに、じゃあ行きましょう。未来素人レビュー、うわ眩しい、バイザーをシュッ、はい、
シフトはなんかもうプリウスっていう感じで、ちょっとこの広報車でも試乗車でもないんで僕の正直レビューをお伝えします。はい、もっと分かりやすいレビューがいい人は他のチャンネルでお願いします。ボンド的、何でも改造しちゃうボンド的視点と僕の素人リアクションでお届けします。はい、あー重い車。重いですか？重い、めっちゃ重い。なんかカタログ値でいくとなんか200、うん、2トン、あ、間違えたすいません、すいません、ワイパーとウインカーを間違えてしまいました。重い。でもなんかその重量物全部そのボディの下に集合させてるらしいんで、その運動性能がすごくいいらしいです、この重量の割には。え、そしてこの音がね、やっぱりね、あのエヴァンゲリオンの使徒の音がするよ。使徒襲来の音がするよ、ファーンって。はい、ちょっと帰ったら見てください。はい、ラミエルが登場した時の音がします。まあ質感な、なんだろうね、ちょっとでもさ、なんかこうさっきもちょっと言ったけど、なんかこうちょっと環境に配慮してますっていうとこじゃない？え？そうですね、うん、なんかこの燃費が良くてとかさ、なんかそういうんじゃなくて、燃費がいいとかそういうことよりかも、なんかその地球のこと考えてますみたいな。なんかちょっとあのアメリカでプリウスがめちゃめちゃ流行った時に、そのきっかけになったのがなんだっけ、レオナルド・ディカプリオがそのプリウス乗ってて、やっぱりちょっと環境に配慮できる人やっぱりかっこいいよねみたいな。アクセルもちょっともう普通のガソリン車とか内燃機関の車と全然違う感じがする。こういう感じなんだ。であとね、思ったね、ハンドル、ハンドルのねフィーリングね、ちょっとこう今までにない、ヌルヌルする、こうシャキシャキしてるというよりかはちょっとヌルヌルした電動パワーステのちょっと激しい感じ。でこれね、でも走り出せばまあそうでもないのかな。なんだろうね、ちょっとね、この停車中とかその取り回しの時とかファーステのサポートが強いのかな。すげえこれちょっと触って後で、はい、なんかねちょっとこうファーステの介入がすげえ不自然。まあ、当然走り出すとオフになるんでそんなに分かんないですけど、低速時とか取り回しこう U ターンの時とかちょっとこのハンドルにちょっと新しいおこうきたかっていう感じする。でも全然全然そんなあのえこれ全然ダメじゃんって感じじゃなくて、なんか新しいやっぱり。でこの今ねモードはね、これ何でしょうか、エコノーマル、エコにしてみる。はい、で乗り心地はめちゃいい。これバネサスって言わないと分かんないレベルじゃないかな。めっちゃ乗り心地いい。普通にエサスだと思って今まで乗ってました。本当にそのぐらい乗り心地いいよね。ちょっとその車重が重いのとちょっとそのプラットフォームがいいのか分かんないですけど、乗り心地めっちゃいい。環境に配慮できる人間なんです。借り物ですけど、はい。踏んでみます。ちょっと踏んでみようか。ちょっとそしたらスポーツモードでしょ。あ、スポーツにするとメーターがちょっと赤くなって、音もなんかその出るっていう話なんですよね。でも室内からだと本当に何も聞かないっていうか、車めっちゃ静か。遮音性も高いのかな。静かですね。すげえ静か。ロードノイズもなんかほとんど聞こえないし、外の音もほらめちゃめちゃ静か。これオーディオ聞くのにいいね。よくない？これ本当にでも JBL のスピーカーになって価値がある気がする。わあ、あ、
確かにスポーツにするとちょっとアクセルの付きが良くなる。ステアリングとかも介入してんのかな、あんまり感じないけど。ちょっとじゃあここでいいですか。わあ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 わわ、こうモーター特有のこのなんていうの、この急にグーッとくる感じ、うん、あとねアクセルオフしてもねすぐこう減速しない、アクセル離してもしばらくちょっと、うわこれ気持ちいいな、なんか気持ちいい、気持ちいい加速をする、ふわーってもう飛んでっちゃいそう。これいいね、これ楽しいよこの車。なんか今までのこうスポーツモデルとか体感とかとまた違った気持ちよさがある。乗り心地めっちゃいいし、加速もふわーって、なんか電車乗ってるみたい。ジェットコースターかな。そうね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 、車じゃないねこれも。これ楽しいな、ふわーって。いいじゃんこれ、これいいよ。じゃあね、あと水素ステーションだけだな、ちょっとこれちなみに僕の自宅の周りにはなかったです。はい、これもあれだよね、体感と一緒でこれだけじゃ成立しないからさ、やっぱり車何台か持ってるうちのこう1台これにするとか。最寄りの水素ステーションはどこですか。最寄りどこだっけな、ちょっと帰ったら調べましょう。確かね、でも埼玉この辺1箇所しかなかった。これなんか新しい未来感じるな、マジで。未来だからね。はい、というわけで試乗からいきなり数日が経過してるわけなんですけれども、この未来なんとボンドカスタムしちゃいました。はい、もう特に大宮店はもうアベンタドールからゲレンデ、アバルト、もう車種問わず何でもカスタマイズしちゃいます。というわけで今回この FCV の未来もしっかりカスタマイズさせていただきました。ただ言ってもそんなにパーツもないですし、あとはいろいろちょっと車は特殊なんで改造した箇所はちょっと限られてしまうんですけども、ちょっとまあリメイクというかリフレッシュした感じになってるんで、ちょっと簡単に紹介したいと思います。なんと今回エアロパーツを全部巻いちゃいました。未来あるんですね、エアロパーツが。一応モデリスタの方で設定があるみたいなんで、モデリスタのこの下回りのこの辺が全部エアロパーツ追加されてるみたいです。でメッキパーツが結構純正多かったんですけど、全部このカーボン調のラッピングで、まあ、目立たないようにするのと、まあ、ちょっとレーシーな感じにしてあるみたいです。まあ、ただ前面周りの顔つきが結構変わるのと、まあ、あと車の構造上ちょっと低くできないんですけど、エアロパーツつけることで少し低めに見えるというそんな前回りになっております。そして横に回っていくと見てください、これあれなんかおかしい思いますよね。なんとこれバルドのホイールらしいです。らしいですっていうのは僕もよく分かってませんでした。なんとこれ純正っぽいこんなデザインなんですけど、そして純正のセンターキャップもついてるんですけど、バルドの21インチなんと LS 用らしいです。でもうボディがそのトヨタニューグローバルアーキテクチャー、アーキテクツだっけ、新しいプラットフォームなんで、まあその辺のものが流用できちゃうっていう。まあただ現行じゃなくて40セル章かなのなんかホイールのサイズでぴったんこらしいです。ただリアちょっと引っ込んじゃうんで、リアはスペーサー出してだったりとか、まあいろんな微調整が必要みたいなんですけど、こんな感じですっきりスタイリッシュに履きこなせるという。そしてまあ先ほどもちょっと触れましたけど、車高、ここに関してはまだパーツがないというか、パーツが今後もおそらく出てこないんじゃないかなっていう。で車の下側にその水素のタンクがある関係で、地上とのクリアランスがやっぱりある程度取れないとまずいみたいです。やっぱり万が一にヒットした時にちょっと事故じゃ済まされなくなっちゃうんで、基本的に未来のローダウンというのはどこも出してないし、多分今後も出てこないんじゃないかって言われてます。でもちろんボンドグループでも一応安全第一ってことで、まあ、ローダウン、まあ、できなくないと思います。おそらくスプリングなんで、まあ車外のなんか合う形状のものとかおそらくあると思うんですけど、まあ、一応今回はノーマルのまま、はい、車高はなってます。そして、まあ、サイドだったりも全部モデリスタのサイドスカートが、この辺もちょっとボリュームが増して、まあ、ローダウンできない代わりに結構低めに見えてかなりいいんじゃないでしょうか。でところどころに見えるこのブロンズのエンブレムだったり、あとミラーのこの茶色どっから来たんですかっていうふうに聞いたら、なんと
まあ、ちょっと最初にも触れましたけど、内装のこの茶色から来てるお客様チョイスらしいです。そう来たかっていうちょっと渋めのチョイスになってます。そして後ろも同じように21インチがなんかもう普通に入っちゃってますよね。未来でかい。そしてさすがにリアはちょっと引っ込んじゃうらしいんで、スペーサー15ミリが入って少し外に出してあるそうです。だ本当に言われないと車外のホイールに見えないし、なんかもう絶妙なサイズ感で、まあタイヤホイールだけでも結構おすすめなんじゃないかなと思います。であとはこちらの窓枠もメッキだったものを全部ラッピングして真っ黒黒に、まあ、この辺は結構もう車種問わず、まあ、いろんな車に当てはまる、車を引き締めるカスタマイズですね。そしてリアに行くと、リアも同じくモデリスタのエアロがここと、あとこっちですかね、はい、こんな感じでついております。まあ、リアも同様に結構純正らしいまとまりのあるデザインでいい感じですね。であとエンブレム、これがちょっと未来 FCV のちょっと特徴的なトヨタのエンブレムだったんですけど、これを普通のエンブレムに交換して、まあ、ちょっとこのスモークのフィルム貼ったのかな、ワントーン落としてあるみたいです。はい、というわけで今回はもう車種問わず何でもカスタマイズできちゃう大宮店からお届けいたしました。もう未来のカスタマイズもぜひ大宮店にお任せください。というわけでモンドチャンネル、チャンネル登録まだの方はチャンネル登録もぜひよろしくお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。